エムデンは、ドイツ海軍のフリゲート、ブレーメン級フリゲートの4番艦。艦名は、エムデン氏に由来する。この名を受け継いだ、ドイツの艦艇としては5代目にあたる。エムデンは、ティッセン・ノルト・ゼーベル系エムデン工場で1979年9月25日に寄港し、1980年9月3日に浸水。最終工程をブレーマー・フルカン造船所で仕上げ。 1982年5月9日に就役した。その後、第2機動隊軍第4フリーゲート戦隊に所属し、ビルヘルムスハーフェンを母校としていた。エムデン氏が講演団体となっている。エムデンは就役以来、様々な作戦に参加している。1996年6月には、シャープガード作戦に参加、普及の自由作戦の枠組みで2002年、2006年、 2008年に出動している。さらに2006年には10月18日から11月6日まで北大西洋条約機構の常設第二海洋グループの一部に参加する。2008年2月12日から7月8日までアデン湾にてソマリア沖の海賊対処のために出動し、2008年4月21日アデン湾において日本優先のタンカー。 鉱山が武装した海賊に襲撃された際、鉱山の救難信号を受信し艦載機を急行させ、救援した。ヘリコプターが現場海域に到着した時点では、すでに海賊は撤退した後だったが、海賊抑止として一定の評価がなされた。同月23日夜に複数の不審な船舶が小舟スタークリッパーに接近したため、翌24日までこれを護衛した。 2009年前半期には、ナト o 常設第一海洋グループに参加する。また、この年にはオーストラリアまでの遠洋航海を実施し、航海の途中で、初代エムデンの沈没点で、依頼祭を行う計画であったが、スウェズ運河通過中に、アタランタ作戦に参加することが命じられたため、計画は中止となった。二千十年一月、アタランタ作戦には二度目の派遣となり、 同年5月19日に F216 シュレースビヒホルシュタインと交代するまで任務に就いた。そしてバーデンビュルテンベルク級フリゲートが建造開始されたことにより2013年11月29日に退役した。ありがとうございます。